こんにちは、鶴岡市の羽黒山のふもとからやってまいりました、成瀬と申します。私ですね、去年に、ひじり社という個人の事業を立ち上げました。それまでは羽黒町の観光協会に、勤務しておりまして、その前は福井の方で町おこしの活動をしてまして、その前は学生だったんですけれども、私出身の方が岐阜県でして、なんで岐阜県の人間が山形に来てるのかっていう話なんですけども、遡ること多分14年ぐらい前だと思うんですけども、まだ、僕高校が終わったぐらいなんですけども、海外に留学をしたいと思ってたんです。でその時は映像の勉強がしたいなと思ってですね、海外に留学するために、アルバイトしながら資金を貯めてたんですよ。でその時に入試に論文を書けっていうんですよね。でその図書館に行っていろいろこうやって日本の文化について調べてたら、山星っていうのがなんか出てきたんですね。でその時にこれを深く共感するなと思ったのは、山星がこういうことをやるからって書かれてたからなんですね。でなんて書かれてたかっていうと、山星っていうのは修行を、山の中で修行をするんだって言うんですけど、自分を、白装束とか着てですね、自分を死者に見立てて、それで山の中入っていくんですけど、死者が入っていく山っていうのはだからあの世なんですよね。であの世であると同時にそれが死宮だっていうんですよ。でその死宮の中で、一旦死んだ自分がこうだんだん生命として成長を遂げていって、修行するっていうのは胎児として成長を遂げるってことなんですね。で山からこう下山してくる、降りてくるっていうのは、新しい命となってこう生まれ変わってくるんだ、そういうことをやるんだって言ってですね、わこれなんかすごいなと思ったんですね。なぜがすごいかっていうと、その人間と自然の関係っていうのを結んでるのが山伏なんだと思ったんですね。でその頃ってその環境問題とかいろいろなことを言われていて、環境を保全することが善だとかですね、地球に優しくとかたくさん言われてたんですけど、なんかリアリティを感じなかったんですよね。でもその山っていうものから生まれ直してくる、新しく生まれ直してくるっていうのはなんか深いものがあるなって気に留めてたんですね。で、卒業して、大学にいた時にですね、皆さんもご存知の通り 9.11 っていうのが起こりましたよね。であれ起こった時っていうのは、大学そのキャンパスっていうのはグローバリズムっていう言葉が大変こうも飛び交っていて、でもあれっていうのはですね、もちろんいい面もあるんですけども、多面ではその富めるものと貧しいものっていうものの、その格差っていうのをどんどん深めていきますし、地域の多様な文化っていうものをもう踏みにじっていくわけですね、確立化していくんですね。でこれはどういうことなんだっていうふうなことを、僕は許しがたいことだなと思ったんですね。日本の各地回ってみますと、いろんなお祭りだとか祭礼だとかがあるんですね。でそれを見ていて、僕奨励祭に足を運んだんですけども、でそこにあるそのある種こう固有のかけがえのない文化っていうものが、このグローバリズムっていう世界的な潮流の中で飲み込まれていってしまっていいのか、その自然と人間の関係を深く考えているその山伏の文化とかっていうものがこれでなくなっちゃっていいのかっていう、そういうことで地域の方に入っていったんですよ。で今の時代っていうのはまた 9.11 の時からまた時間が流れて変わってますけども、これから日本っていうのは僕らのその親の世代が経験したような右肩上がりの成長なんてしないんですよね。そしたらその低成長の中でどういうふうにして僕たちの富、幸せを再配分していくかっていう、これが課題になってくると思うんですよ。そうした時には足元にある文化っていうものが貴重になってくるわけですね。だからそれをどういうふうにして後継ぎ継承をして、今の時代に合った、今の時代にニーズが合うように作り変えていって、それを未来に受け渡していけるかっていうことが問題になってくる。だから僕はその文化継承っていうものをコミュニティビジネスとしてできないかっていう挑戦を去年から続けています。でその中には先ほどお話もあった出版の話であるとか、精進料理を次の世代に
受け継ぐような精進料理のプロジェクトであるとか、そういったことがさまざまあるんですけど、そのなりわいを組み合わせて、生計を立てている、そういうことを今や